こんにちは、森っ子です。シェードの初級講座、今回から表面材質関連についての解説をしてみたいと思っております。まずですね、表面材質の付け方、簡単に見ていきたいと思います。まず表面材質を設定するにはですね、このブラウザーの部分で色をつけたいものを選びます。いくつかちょっと配置をしてみたいと思いますけれども、こんな感じでいくつかものが配置されておりますけれども、まずですね、材質とか、この画面の表示によって見え方が変わってしまいます。最終的な仕上げに近い、そういった状態で見たい場合は、必ずこちらのプレビューのですね、状態、これプレビューレンダリングという、こちらに切り替えていただけるのがいいと思います。ただこちらですね、マシンへの負担、それなりにあります。専用のグラフィックボードなどを搭載してない場合はですね、非常に負荷が大きいので、通常の作業では、このプレビューレンダリングにするということは避けた方がいいと思います。通常ですとね、このシェーディングワイヤーフレームなどがおすすめです。できるだけこういった作業はかなり最終局面に行ってからですね、作業されることをお勧めします。このプレビューレンダリングにしておいてですね、例えばこの球体を、色を変えたい場合はですね、この球体をブラウザー上で選んで、そして、この統合パレットで表面材質設定、こちらの作成というボタンを押します。そうすると色が付けられますけれども、じゃあまだですね、作業に慣れていない方は、いきなりこの表面材質設定使うのではなくですね、ぜひエクスプローラーを表示させてですね、この中に収録されているものを使ってそこからですね、変更していくということが一番早道なので、こちらをお勧めしたいと思います。これどういうふうに使うかと言いますと、表面材質、ここにですね、クロスやグラス、こういったジャンル分けがしてあります。マテリアルのジャンル分けですね、メタルとかですね、ナチュラルとかペーパーとかですね。例えばこのボールを金属っぽくしたければ、メタルの材質からこのアルミのようなですね、これを選んで挿入というボタンを押してください。これ画面上でそんなに今メタルっぽくなって見えませんよね。これなぜかというとですね、これ背景など何も設定をしていないと反射するものなどが少ないので、それっぽく見えない場合があります。ちゃんとした確認をしたい場合はですね、必ず背景にですね、画像などを入れておいて、そこからやっていただいた方がいいと思います。例えば試しに背景に画像を入れてみたいと思います。そうするとですね、この映り込みなどがあって、このメタルのような感じというのが確認できると思います。これはガラスなどに関しても全く一緒です。例えば、このグラスの材質を選んで、そうにしてもですね、背景が何もないと、これグラスに正直言って見えないと思います。透過して映り込む対象などがあるからグラスに見える、または金属に見えるといった感じになります。このプリセットをですね、まずこう選んでいただいて、選んだ後にですね、この中に入っているパラメーターを調整したり、例えばこのグラスですとね、透明度を調整したりとか、または反射ですよね、反射率を調整して映り込みを入れたりとかですね、また透明の部分ですね、色を入れて、ちょっと赤いような透明のガラスになったりですね、こういった作業、このパラメータについては解説ですね、ヘルプなど見て、やっていただければいいと思うんですけれども、こういった形でプリセットを選んでパラメーターをいじって調整するという方法が一番やりやすいと思います。一旦削除して、
これ今3つとも真っ白になっておりますよね。これ個別に材質設定することもできますし、例えばですね、これ全部を同じ設定にしたいなんていう場合はどうすればいいかと言いますと、ツールボックスからですね、このパートというのを選んでですね、ここにパートというボタンがあります。こちらを押します。そうするとブラウザー上にパートというこれホルダーのようなものですけれども、こちらができましたので、すべてのですねこの形状をこのパートの中に入れてしまいます。そしてここで色などを変えてあげます。そうするとこれ一括で変わります。例えばこの球体だけこのパートから出してあげると色が元の状態に戻りましたね。こうした形でグループ化することでですね、色などの管理していただくこともできます。またこの中でですね、個別に材質設定をすると元のですね色などもこう全く無視してですね作り直すということもできます。さあ今回はこのようにですね、表面材質の簡単な設定ですね、こちらをご案内しました。ぜひですね細かい設定など施してですね、より表現力を増してみてください。今回はここまでになります。